一口で食べれるような感じするんだけど、これ味噌だから焦げないようにっていうことだよね。うん、八丁味噌こっちにも売ってるんですけど、まあちょっとお値段お高いのでちょっとね食べたことないんですよ。でいいチャンスだなと思ったので、今日はすごい吹きこぼれる、これ作るチャンスが